もシュートです。さあ今回も e フットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はもうようやくですねティアリスト、ティア表ですね、それを作ってきたんで、まずは CF 編ということで、まあ、センターフォワード本適正の選手のティアリストっていうわけではなくて、センターフォワードで使ったら強い選手のティア表ということで、今回それを見ていきましょう。一応ティア1、ティア1から6まで作りましたね。1がまあいつもでいう評価神 SSS みたいな感じで、まあ、そっから2、3と連れて落ちていくって感じ。まあでもいつもの評価とは違って、まあ、大体いつもこんな感じの評価つけてるんですけれども、まあ大体 SS とか S プラス多くなりがちじゃないですか。まあそこをより細分化したっていう感じ。まあ基本 S だったり能力がそんなにない選手っていうのはまあ登場しないんで、ある程度能力が高い、総合値が高い選手がどんぐらいの位置づけでいるのかっていうのを見ていこうっていう感じですかね。ではもう早速見ていこうと思いますけれども、まだ全体にはモザイクかけておりますが、まずはティア5、6、この2段、下2段から見ていきましょう。では下の2段の選手、だいたいこんな感じになってますね。まずティア5の説明は、4よりはさらにちょっと能力が物足りないかなっていう感じで、6に関してはもう基本的にはおすすめできないというか、使い方分かれば強い選手もいるけど、まあ今この選手たち別に使う必要はないかなっていう感じの選手ですかね。まあ6にいるヤンコレルとか、まあ特にね使ってる人もまあたまにはいますし、全然悪くはない選手だとは思うんですけれども、まあ今そんなクロス強くないんで、まあわざわざ起用する必要もないのかなっていう感じはしますし、まあなんかヤンコレル入れたからといって、なんかゆるふわのクロスチョンクロもめっちゃ入るかって言われたらそうでもないんで、だからそんなに高身長とか空中戦強い選手をメインで使う必要もないんかなと。ムバッペとかでも全然決めれるんでね、ゆるふわクロスとかで。まああとはモレノとかもちょっと最近はもう見ないかな。当時はまあまあ強かったですけども、能力的にも物足りないし、でティアゴ見ていくと、まあファンニステルロイとかも、まあもうちょっとなんかキック力お化けみたいな能力だったら面白かったかな。まあバティストゥータとかドリブル能力物足りないし、まあアドリアーノとかもそんな感じかな。でまあマクシマンに関しては僕は結構好きなんでたまに使ったりするんですけど、まあ基本的に CF よりもウィングとかサイドハーフの方が強いし、まあ CF でも強いんですけど、なんかマクシマン CF で使うときはなんか CF っぽい働きさせるんじゃなくて、もうドリブルめっちゃさせるんで、またなんか違うなと思って、まあ5ぐらいでいいかなと思ってここに入れました。では次ティア3、4見ていきましょう。3に関しては積極的には使わないけど、まあ別に使っても強いかなっていうメンツたちが揃ってる感じで、で4はどこかしら魅力はあるけど、まあ3、2、1の選手たちと比べたらちょっと物足りなさは感じる選手たちをちょっと4に置きました。まあ全然人によって前後はあると思うんですけれども、まず4見ていくと、まあインザーギとかオフェセンとか決定力高いですけど、キック力も確かそんな高い感じではなかったと思うんで、なんかそんな環境向きじゃないし、まあストイチコフとかは結構惜しいかな。3に入れてもいいかなって感じはしましたが、まあまあでも使いたくなる感じではないしね。まあファンバステンとかももう今使うかって言われたら使わないし、デルピエロも能力今一つ足りんかったかな。でまあハーランドもフェノミナル持ってるとはいえ使いにくさ正直出てきますし、ロナウドもちょっと操作性はあんま良くなかったかな。でジェズスは結構強いし、イサク、それから伊藤純也さんも全然使いやすいんですけど、まあちょっと今の環境のこと考えたら、まあさすがに能力物足りないのは物足りないですよね。強いけどわざわざエピックとかビッグタイムいっぱい持ってて選ぶ選手かって言われたらちょっと違う。まあドログバは、まあヤンコレルよりかは使いやすい空中戦要員ではあるんですけれども、まあそんなクロスも今強くないんで、まあこのぐらいでいいんじゃないかなと。まあやっぱり3と見比べたらちょっと使用感落ちる選手がティア4には多いかなっていう感じはしますかね。では次3見ていきますけれども、まあクーニャ、まあ OMF だったらもうちょっと2とかそれぐらいに入ってきそうですけど、まあ CF だったらこんぐらいかな。でまあフォルランとかラウタロー、その辺もダブルタッチつけたら全然強くはなるとは思いますけど、まあよっぽどのこだわりがない限りなんかこうスキル追加したくなる感じでもないかなと。まあライブレサラーもまあワンシューないっていうところであんまり最近使ってる人も見ないし、まあラッシュもちょっと一昔前の選手っていう感じはしますかね。最近全然見ないね。でも3ぐらいには入ってくるとは思います。で次ビジャはね、まあ登場した時はね結構裏総合値も高くていい選手だなと思ってましたけど、まあなんかいい選手いっぱい出てきて結局ちょっと下の方には来ちゃってるかな。使用感は結構いいですけどね。でまあジルーは最近ちょっと使ってる人多いですかね。空中戦要員としても強いし、まあボールキープとかもね案外高いんで、まあ相手にいてもそこそこ嫌かなと。でまあホドリゴに関しては、まあ能力値もうちょっとまあ全体的に2、3ぐらい高かったら2ぐらいに入ってこれたような気はしますが、ちょっと物足りなかったかな。決定力だけズバ抜けて高い感じでしたね。でまあトッティも昔はもうちょっと上にいましたけど、まあ最近はちょっとこんぐらいでいいんじゃないかなと。全然強いんですけどね、ちょっとスピードがないのがもったいないかな。もう
トッティのスピード R 版がフリットみたいな感じになっちゃってるし、精度も最高なんでフリットは、まあその辺と比べたらちょっと劣るかな。でまあカントナね3にしてますけれども、まあ OMF だったら余裕で1に入ってくるレベルだと思います。だから今回 CF じゃなくてフォワードみたいな感じでティア表を作るんだったら、まあティア1に入れてたかな。でも個人的にはわざわざカントナをリンク発動させて CF ではそんな使わないですかね。まあ機能もね 2,3 試合ぐらい使ったんですけど、やっぱ抜け出さないのが気になります。では次はいよいよティア2見ていこうと思いますけれども、ここに関してはねほとんどの選手がガチスカ級だと思います。で使う使わないはまあ気分というか好みで、使う時もあれば使わない時もある、でも弱いからガチスカから外すわけではないっていう選手が集まった感じではありますかね。でまずエリキリマとオーウェンに関してはティア1に最初入れてました。もうどっちにするか結構迷ったんですけれども、まあ今のね CF は正直ワントップとか使ってても身長高い選手の方がスライド取られにくいし、軽い時だったらねこの2人ものすごい強いんですけど、重い時ね結構スライドすぐ取られて裏抜けさせてスルーパスさせるぐらいしかねちょっと強みがなくなっちゃうんで、ちょっと今の重たくなりやすい環境も考えて2に入れたって感じですかね。でエトーもね1でいいぐらいね個人的には最近強いなと思ってます。軽い時だったらほんとボールキープ低くても全然かわせるし、やっぱね今スルーパス斜めスルーパーとか非常に強いんですけど、裏抜けしてパスもらったらやっぱスピードね100ぐらいいくんで、もうめちゃくちゃ足速くドリブルできるんで、センターバックにねなかなか追いつかれずにフィジカル駆使してそのままゴール前行けちゃうんで結構強いですね。ダブルタッチつけたらほんと覚醒しました。でまあロマイリオもね最近使ってる人多いですけど、まあ別に替えが効くタイプではあると思うんで、まあここに入れましたね。でまあ担い手メッシ、キングメッシもティア2に入れてますけれども、まあやっぱり先ネタバレになっちゃいますけど、神のことは CF で比べたらちょっと劣るかなと思うんで、この2人は2でいいんじゃないかなと。全然強いですけどね。でクライフも CF では強いですけど、個人的にはね2列目発動させて OMF で使いたいんで、まあティア2でいいかなと。でまあシェフチェンコもエトー同様結構強いかなと、ダブルタッチつけたら覚醒するタイプだとは思いますけど、まあさすがに1には入ってこないかな。でまあサビオラもまあオーウェンとかエリキリマみたいにちょっと今の環境にはそんな向いてない。でもウィング OST にして使う方がサビオラはちょっと今生きるかな。でまあタケもまあ無印 CF として結構強いですかね。やっぱり CF でモメンタム発動して使える選手ってエリキリマとタケだけなんで、そういったとこ考えてもまあタケもものすごい強いと思いますし、貴重な無印 CF を似合える枠でもあるんで、まあ2トップだったら全然スタメンで使ってもいいんじゃないかなと。ではラストお待たせしました、ティア1、このメンツを選ばせていただきました。まあこの選手たちどういうテーマで選んだかって言われたら、もう安定に活躍する最強メンツですかね。環境とかも特に左右されずに常にスカットに残り続けて、ほんとこの6人はずっと強いんじゃないかなと思いますね。まあちょっと背景バグってる選手とかもいますけど、まあレオンこれビッグタイム、ビッグタイムはビッグタイムですけど前のやつではなくて、まあ前のやつもティア1に入るぐらい強いと思いますが、同名選手なんでちょっと消しましたが、まあまず神の子メッシから解説していくと、まあやっぱりパスできてドリブル速くて決定力もキック力最大103、そんな選手いないじゃないですか。インパクトしなくても他の選手のインパクトよりも速いんじゃないかってぐらいのシュート打てるんで、根下の入り具合も違うし、まあさすがに入れざるを得ないかなと。でまあムバッペ、まあここに関しても最強ラインブレーカーであることには間違いないんじゃないかなと思いますね。なんか数値以上にねやっぱムバッペはドリブルしやすいようにも感じますし、まあビッグタイムでもティア1に入れていいかなと思うぐらいなんか固有の強さを感じますね。この選手にはスルーパス、コンカー、アウト、スピンキック、ミドルとかその辺のスキルもつけたくなるぐらいやっぱり能力も使用感もいいかなと思います。でまあフリット、もうこの選手は今の環境にものすごい合ってるかなと思いますね。軽い時はまあスライドドリブルでスイスイかわしていけるし、まあちょっと重たい時はフィジカルでごまかしつつ、失いそうな時もなかなか失わずに、まあチョンクロ、ユルフはクロス上げた時のヘディングも強いし、パスも上手くてほんと何でもやってくれる感じかな。全部数値以上の強さを感じますね。でまあビッグタイムレオン、まあどっちのレオンも本当にティア1ぐらいの強さですけど、まあマジで理不尽ですね。特に今回最近登場したやつはもうドリブル超速いし、今まで以上に細かさも感じれて、ちょっともう意味のわからない強さしてますね。まあ説明不要だと思います。でルンメニゲ、ここはね結構賛否両論あるとは思うんですけど、僕はちょっとティア1に入れざるを得ないかなっていう気はしますね。やっぱ1年以上多分登場して経ってますけど、未だにガチスカで使ってる人本当に多いですし、まあそんな選手なかなか正直いないじゃないですか。やっぱ逆足精度最高とかが本当に効いてるのかな。キック力とかもまあ意外とねフリットとかより全然低いんですけど、まあ両足でミドルだったりコンカとか、まあ結構ねどんな距離でもある程度近ければ決めてくれる印象はありますし、なんだかんだね操作性も重いっちゃ重いけど、ゴール前で1人2人かわすぐらいならできて、ゲットしてから日にちはどんどん経っていきますけど、順位は個人的な中ではなんか上がってきてる気がします。でまあラストはブリッツソンフンミンですね。
唯一 CF で使える選手ですし、まあ両足でブリッツ打てる唯一の選手なんで、まあめちゃくちゃすごいね。でまあブリッツ打たなくてもキック力とか95ぐらいいって、ドリブルも90ぐらいあんのかな、で決定力も90乗せれたり、ピシュも90多分いけたと思うんで、ブリッツ抜きにしてもあのスキル能力持ってて逆足最高最高なんで、メッシフリットの無印 CF 枠に余裕で割って入れる存在だと思います。では今回以上ですね、表でしっかり見ると大体こんな感じになってるんですけれども、いかがでしょうか。まあ賛否両論あると思いますし、いやこの選手ティア2ティア1やろとか、いやその選手ちょっと上げすぎや、もうちょっと下でしょっていう意見いろいろあると思いますが、まああくまで僕の独断と偏見で決めておりますので、まあそこはちょっとご了承いただきたいなと。まあ次はここのポジションやってください。もうミッドフィルダーディフェンダーとか、まあなんならブースターでもやってくださいとか、いろいろありましたらぜひねコメント欄にて教えてください。それでは今回はこれで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。